There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dipped down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tagging is done, we'll take our leave and go. 南の島からこんにちは、マイルトルゴの味方堀です。いや今回はのコモドツアーの一部始終ということでお届けできればと思います。それではバリドルゴの味方スタート。さあということでコモド諸島に行きます。今回は僕らバリトルコの味方とバリクラブという現地ツアー会社さんのコラボ旅で募集から速攻で満席になったツアーです。バリ島発着のツアーで初日というかこれが前夜祭で参加者の皆さんとここで初の顔合わせ、3泊4日旅する仲間が揃いました。そしてこちらがバリクラブ代表の小島さん、ビンタンビールが主食です。ダブル小島、ダブル小島、ダブル小島。小島どう？いやいいよね、気分いいよね。朝から楽しみですよ ね、はい、どうする、ちょっと主催者として。俺じゃねえだろ。なんでコントみたいな。そうだよね。あとはどんなことも起こるか、ね、一つ一つ、ね、味わっていきましょう、ね、一生語れ る、 一生語れる思い出を作っていきましょう。そうしましょう、お願いします。まだ暗いんだよね。とってもいいホテルでした。普通。おはようございます。おはようございます。おはようございます。他のお客様も多分。1キロ以上痩せます。じゃあ、身分証明書だけコピーでもいいんだけど。だからちょっとチェックインしていこうか。眠そう。おはようございます。おはよう。朝早いね。早いですね。今何時ですか？6時50分です。千里さんおはようございます。本当だ。でもみんなちゃんと時間通りに守ってね、来てくれてね。6時迎えに行って今チェックイン無事済んでよかった。本当にチェックインだけがさ、めっちゃ心配でさ、ね、何が起きるか分かんないですもんね。そう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 、とりあえず僕、はい、あとはもう大丈夫、すげえ楽。あとはボートがあるかどうかだね、向こう行って。ボートがあるかどうか、車が待ってるかどうか。そうね、1時間ちょっと、1時間10分で到着なんだって。ここから飛行機乗って。今日はじゃあ、今日1日を一言で表すと何になりそうですか？わお、わお。今朝の6時52分、南の島からバリ島バリトルコの味方堀です。私ただいまバリ島国内線の空港におります。コモドツアー一生語れる旅、雰囲気だけでも皆さんにお伝えできればなという。コモドってこういう感じの場所なんだねっていうのを僕も初めてなんで、ぜひぜひ最後まで見てください。それではバリトルコの味方スタート。はい、ということでコモド着きました。初めて着きました。めっちゃ綺麗な空港ですね。さすがラブアンバ城の空港です。そこからなんか車乗って港まで行って船に乗るというような流れとなってます。なんかね、今ねこれアセアンなんとか会議みたいなのがあってね、すごいいろんな国のね偉い人がここにいるんだって。だからもしかしたらなんかチェックとか厳しいかもねみたいな話はしておりましたが、大丈夫そうですね。空港の雰囲気はこんな感じでございます。めっちゃ綺麗。 Welcome to Labuan Bajo. Thank you. 何これ、何これ。ネクタイ的な。ラブアンバジョの布です。ラブアンバジョさんの布。はい、なるほどね。あ
ありがとうバリとはまた違う匂いがします。どんな匂いですか。わかりませんコモドの匂いとかなんか草木の匂いが強い気がする。バリュー島さん すごいでっかいバス。はい、乗ります。よっしゃ。あ、重い。バスは涼しいですね。あ、バス涼しいですね。よし、こっから5時間だって。こっから5時間、頑張りましょう本当ですかどこまで行くのこんな大きいバスだとは。ビールだとかお菓子が買えればうん？暑いということでここで買い出しをしてから船に乗り込むということでね、やっていきましょう。ロキシーマート、うん、カード使えるかな。カード使えるでしょう。あっちなんだろう、雰囲気的にはね、バリとはまた違うよね。ちょっと雰囲気がこの微妙な差を皆さんは分かるかどうかはあれなんですが、僕はとても強く感じる。いっぱいビール買うらしいです。ビールを買うと思います。はい、ということで港まで着きました。ここね、出雲の港と違って今 ASEAN サミットやってるからちょっと特殊なルートで船に乗るらしいです。で、なんかやっぱバリと全然違うね。こう大きいピネシー船がいっぱいありつつ、奥にはちっちゃい島が点々点々点々と、これがもうコモド諸島なんだろうね。ね、波とかも全然ないんで寝れるとかね心配だったけど、これなら大丈夫そうだなと思いました。よし、行きましょう。これ全部乗れる？全部乗れる？本当に全部乗れる？ No, no, no. 乗れない。じゃあ待ってた方がいい。OK。あ、OK、OK、OK。バリの味方。味方。バリの味方。Yeah, yeah. さよなら。ありがとう。また明日。さあ、この船、これに乗って、でっかいのに行くと。あれです。これですよ。これで旅するよ。すごいね。すごいね。サンダルを脱いで。どうですか。最高です。船の最初の感想どうですか。船の最初の感想はすごいドキドキ、ドキドキ気分盛り上がりますね。これすごい、これ全部だめちゃくちゃすごいねえ、はい、こことかもディズニーランドの世界よ、はい、こんなバンバジョいらっしゃいませ。カッパルフィディで、この船の名前はフィディという名前です。今日のガイドはバハリで、アリって呼んでください。アリ、アリ、アリ、よろしくお願いします。アリ今からあの船のファシリティ、何があるのか今から説明します。di kapal ini ada tujuh kamarnya di bawah. どうですか。来たね。行きましょう。ちょっとドキドキかな。今聞いときなさい。ちょっと分かんないそう、僕は分かんないすごいっすね、やっぱ日本人みんなちゃんと聞いてるんだすごいすごい。さあ行きましょうか。あち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 、ここがタイタニックの場所ですねうわ、すごいなこの景色。
島がいっぱいあって、でもなんかね、フィニシー船っていう今回借りてるこういう、まあまあ、ああいうやつや、同じような形なんですけど、これがね、結構いっぱいあるね。すごいね。こっちから見るとこんな感じと。これあれだよね、帆を張ることもできるよっていう話ですよね。すげえ。でか、まあ、僕はあの真面目に説明とか聞いてられないタイプなんで、うろうろしてます。よし、じゃあ行きます。お部屋、おお、すごい。カニ、あ、いいな、エアコンついてんの。すげえ、すごい。え、私たちこっちでいいですか。ありがとうございます。じゃーん、あ、かっこいい。お部屋こんな感じでございます。ヘンリーと同じ部屋かな、はい、だね。すげえ。ちょっとお部屋こんな感じで、ここよ、これ。わー、この景色良くない？あ、すごい。ここが、これなんか合宿みたいで楽しそうだね。はい、1,2,3,4,5、 やろうやろう。いいと思う。合宿、合宿部屋で。合宿部屋、そうそう、よかった。枕投げとかしちゃうんじゃないですか。しねえよ、枕投げ。しないし、荒く、荒く飲みでしょ。荒く飲み、荒く飲み、そう、荒く飲み。荒く晩さん、晩さんとか。うわー、いいね、この壮大な海。あ、ちゃ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 。なるほどね、ここにも、あ、ここにもダラダラするスペースがありますよと。登ったとこ真っ白、すげえ。ここでもダラダラできそうですね。じゃあ、でした。ヘンリーがいた。ヘンリー、手振って。ということで、シュノーケリングのお時間でございます。1回目ということで、まあ、2泊、ね、3日ある中で、まあ、いろんなスポットというかね、あ、ここシュノーケリング良さそうだねみたいなところとかあればね、ガンガン行ってみましょうというお話でございます。とりあえず一発目、暑いから一回入ろうっていう話ですよ。暑いからね。船もさ、早くギャーって行くのしか乗ったことないからさ、こうゆったりゆったり進んで、あ、なんかまた奥から島見えてきたねみたいな経験が初めてなんで楽しいですね。本当に旅してるような感じです。バンダナ取るの忘れた。あ、でもとっても心地いい感じですね。ワカメ巻いてるみたいな、これ。ということで、シュノーケリング行ってきました。わぁ、大自然、見てこれ。すごいよ。クリスタルだとか、トリックオーク、あっちー。あっち、日焼け止め塗ったよ。さすがに。やばいと思って塗りました、塗りました。よし、じゃあお昼ご飯食べます。いかがでした、シュノーケリングは。また久々に。なんかこう、飛行機降りてすぐシュノーケリングっていいっすね。旅っていう感じが、ね、もう今この景色やばいっすよ今。これ食べたいだけ食べちゃって、お昼ご飯だよ、はい、どうぞ。はい、本日2回目のシュノーケリングとなります。皆さん泳いでます。ほんとそこら中でシュノーケリングができるっていう感じなんで、頑張っていっぱい見ようと思います。はい、これこんななんて話しづらい。
すごいコウモリが大移動するんだって。あ、ごめん、空にめっちゃいる。これ空の色がいいでしょ。一匹一匹結構でかいんですよ。線香がすごい綺麗だね。バタバタって感じじゃなくてふわんふわんっていう感じですね。わあ、気持ちよさそうに飛んでるね。果物食べてるんだよね、大好き。人間の嗅覚と味覚とすごい似通ってるの。他の人も見てますね。すごいね、みんなこれ見に来るんだね、はい、わあすっごい、わあすごい、あーすごいね、すごいなこれ、大量。だから泣いてるわ。うわ綺麗。はい、料理が美味しそうです。あ、今日取ってきた、あ、小島さんが飼ってた魚です。ハタですね、あげてくれました。あとはサンバルもあって、なんかサンバルマタとはもうちょっと違うんですね。これは何でしょう。謎の丸です。わかんないです。こういう麺、これも美味しそうですね。sendiri masaknya ibu? Hebat. Enak loh bu, yang tadi siang juga. Pada suka.晩ご飯ですね。ね。コウモリすごかったですね。コウモリすごかったね。ね、なんかご飯食べて、ご飯食べて、星見て、星か。星もだって今もすごいですもんね。綺麗だね。ちょっと動画で お伝えできるかどうかがね、微妙なところなんですが。そうだね、本当に。ちょっと一日、こういうゆっくりした時間がいいよね。そうですね、うん、この常にゆっくり進むじゃないですか、これ自体が。そうそうそう、これがいい。そう、なんかツアーっぽくないのかね。みんなで旅してる感がいい感じ。初日の晩餐です ね。あとね、ちょっとサプライズが。はい、おはようございます、2日目ということでコモド諸島の旅、今日はですね、朝からサンライズトレッキングということでパダール島というところに来ております。あっちがね、ちょうど朝日でちょっとぐるって一周してほしいんですけど、そうそう、いろいろちょんちょんちょんとオレンジの光が見えるじゃないですか、あの船、あれが大きいやつで、でそこからちっちゃいボートに乗ってそこの桟橋まで来て、ここからずっと歩いてあっちまで結構登っていくんで、3、40分登っていくということでね、みんな大変ですが頑張っていこうと思います。まあ2日目3日目以降についてはちょっとダイジェスト的な感じでお届けできればと思いますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。頑張ろう、よし。ロングビーチという。コモド島に着いております。江ノ島ぐらい人いる。ここだけ。
ございます。よく寝れました。3日目、シアパポイントっていうウミガメがたくさんいるんだって。今日最終日、楽しみましょう。ちょっとで船は港に着きますね。この旅も終わりとなっていきます。 Selama trip 3 hari 2 malam rasanya sangat menyenangkan karena selama trip dari beberapa spot yang kita kunjungi itu sangat luar biasa, yaitu kita bisa melihat turtle, manta ray, baby shark juga, dan juga lumayan cuacanya, ya sekarang ini lumayan kita mendapatkan cuaca yang lebih bagus. Dan juga beberapa spot yang kita kunjungi itu kita dapat semua seperti Kelor, Manjerite, Kalong, Padar, serta Long Beach, Komodo, Mantapuin, Takau Makassar, Siaba, dan Kenawa terakhirnya. Dan juga tamu-tamu juga sangat menyenangkan sekali, dan juga mereka sangat berteman dengan kita, mengerti dengan kita, dan tidak banyak maunya apa-apa, mengikuti apa yang kita inginkan. Dan saya juga terkesan sekali dengan trip selama 3 hari 2 malam pada programnya bersama tamu Jepang. Terima kasih. DJ Risiko. Terima kasih. ホテル行っちゃうよ。はい、ということで、ラバンバージョンのホテルまでやってきました。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。もう本当に港から 500m ぐらい歩いてパーって来れるような場所だったんで、重い荷物を背負って、重い機材を背負ってましたが大丈夫でした。なんかこの辺なんか普通に散策しても楽しそうな通りだったんで、ちょっと後でうろついてみようかなって思ってますか、ね、楽しみですね。ちょっとまだこうあるね、はい、若干ね。ということで今ホテルにチェックインして、ちょっと自由時間がありまして、夜ご飯に来ております。ここで一旦こちらの動画の方は終わりにしていこうかなと思っております。ね、今回、2チャンネル分実は僕ら撮っておりまして、僕らのねこのバリトレコの味方チャンネルと、もう一個バリクラブ TV さんの方のね、動画も撮っておりますので、ぜひぜひそちらもね、合わせて別角度からいろいろ見れたりもします。ぜひぜひそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。概要欄に載せておきます。そして最後とはなりましたが、ぜひこの動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後の感想、そうだね、本当にね、さっきも船の上で話したんですけど、なかなかこういう経験することないじゃん。さっきね、僕ホテルに自由時間はホテルで写真とかを編集してたんですけど、やっぱりね、あの景色ってさ、なかなか見られないよね。でこのラブアンバジョについてからも、なんか外国に来たみたいな感じ。ホテルがさ、結構4階5階建てぐらいだったんで、そんな建物ってなかなかバリもないし、そう、なんか同じ国なんだけど、やっぱり外国に来た感じがして、
なんかちょっとワクワクして楽しいなっていうのもありましたし、そしてあの壮大な景色ね、またもう一回皆さんで見返してほしいんですけれども、写真でも見せようか、こんな感じとか、あとこんな感じとか、こんな感じとか、すごいよね、ドローンの写真とかもさ、すごいいいし、ね、ポートレートの写真もすごいいい感じに撮れるっていうような、すごく楽しい経験でございました。そして、この一生語れる旅シリーズね、またやりたいなと思いますので、次はねコモドじゃなくて違う場所で、どこだろうね、まだ分かんないんですけど、できたら嬉しいなと思います。また小島さんにお世話になると思いますので、ぜひぜひこれからもバリト旅行の味方見続けてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリト旅行の味方、堀でした。バイバイ。